オリックスにさらなる痛手、森が右大腿二頭筋の筋損傷で登録抹消に。オリックス森友哉捕手が1日、出場選手登録を抹消された。前日31日の中日戦の4回の走塁で右太もも裏に強い張りを感じ、途中交代。試合後に明日、病院に行ってからですね。痛みは多少と話していた。球団はこの日、森が右大腿二頭筋の筋損傷と診断されたことを発表。今後は患部の様子を見ながらリハビリを行っていくとした。宮城、山下、平野慶、正木だら投手陣に故障者が相次いでいる中、扇の陽まで痛恨の離脱となった。代わって福永が登録された。森は右大腿二頭筋の筋損傷か。紅林と若月の頑丈さはガチ。怪我しないだけでもありがたいのにその上ショートとキャッチャーってところがまた良い。森の離脱大打撃ってメディアの見出しになると思うけど、今年はあまり大打撃って感じないわ。今の成績だと変わりきくからな。森の復帰は8月以降か。もう終戦してそう。多分福永出番ないやろ。現状任せられる投手いないしそもそも中島が使うと思えない。福永久しぶりやな。2軍でもあんまり居場所がなかったからなチャンスやな。若月メインでいいから福永と程よく併用してほしいわ。監督が優秀なら勝てるやろ。もう捕手はやらなくなりそう。せっかく5月調子上げてたのにな。ご視聴ありがとうございました。